goes, hey, yeah, 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 yeah. E, Yazawa News Information. いつもお付き合いありがとうございます。どうも寿司田六郎です。矢沢永吉、人生を変えた 8.2 日立ち、44年の時を超え、後楽園から国立へ、スポニチスポニキアネックス芸能、画像ひろきむら。というわけで、後楽園から44年、しかも8月28日、すごいですね。全くノーマークでした。寿司田ベースではおなじみの阿部康介さんのこの記事を今回お届けさせていただきます。矢沢永吉が国立競技場のような野外スタジアムで初めてライブを行ったのは1978年8月28日の東京後楽園球場、くしくも44年前の同じ日だ。矢沢は本誌の取材に、僕の人生で最も大きなターニングポイントとなった一つがこの後楽園ライブだったと明かしている。寿司田ベースでは読み上げ機能を使用しております。 AI が文章を読み上げておりますが、修正をかけているのにもかかわらず、多少イントネーションや読み上げに違和感を感じてしまうことがあります。当チャンネルではバージョンアップされるまでこの状態のまま使用させていただきますので、ご不満があると思いますがご理解ください。寿司田六郎、よろしくです。みんな楽しんでんだよ。矢沢は本誌の取材に、僕の人生で最も大きなターニングポイントとなった一つがこの後楽園ライブだったと明かしている。スポニチ矢沢の金言で明かされてます。概要欄にリンク貼っておきます。同年は矢沢のシングル曲時間よ止まれがナンバーワンヒットし、自伝本成り上がるは100万部を超える大ベストセラー。高額納税者番付の芸能部門で1位になり、ビッグになるという夢を達成した象徴が当時最大収容人数を誇った後楽園球場だった。だがライブを終えた矢沢はまるで砂漠の中に一人ポツンといるようだった。ものすごいサビ赤涼感に襲われたという。目標を見失った矢沢は山中湖の自宅を失う。悲劇も重なり苦悩のどん底に落ちるが、そこで次なる目標を探しに渡米する。これを転機に自分でレコードからコンサートまで制作してスタジオ経営もする、全て自力で活動できる万能アーティストへ変貌を遂げるのだ。ここから本編へ入りますが、ネタバレ一部セットリストの記事がありますので、まだ必要でない方はここでこの動画を必ず閉じてください。よろしく。My challenge, my inspiration, my world, my way. I'm Eiichi Yazawa. This is My Way Radio. 今回の国立から解禁されたタオル投げについても、78年の後楽園ライブは縁がある。最初に始まったのは86年のツアーで新曲「止まらない母」が歌われた場面。興奮した一人の観客が「エイちゃん」と叫びながらタオルを上に放り投げたのが最初。それが3年間かけて客席に浸透し、89年には会場全体でタオルの花が咲いた。実はそのタオルを矢沢が肩にかけるようになったのが78年。真夏のステージの暑さは40度を超え、汗を拭くたびにスタッフからもらうのが面倒になったのが理由。矢沢が肩にタオルをかけなければここまでファンに浸透しなかったわけで、このように矢沢の物語は時を超えてつながっていることが多い。ちなみにこの日の終演時に観客の送り出しに使われた曲は「海に架かる橋」。後楽園ライブの時に流れた曲「引き潮」を彷彿させた。